プロすいません、あの練習場なんで、はい、そういうのやめてもらっていいですか。あ、怒ってるわけじゃないですか。怒ってる、あ、そうですか。なんかそれなんか練習方法ですか。これ今イメージの出し方なんですけど、はい、はい、皆さんこんにちは、プロゴルファーのゆうです。今日のゲストの阿久津美希也くんです。お願いします。お願いします。どうですかプロ。言うことないじゃないですか。いや、あるでしょ。すごいバンカーやっぱり、ね、どうしてもこう、ね、深く入っちゃうんですよ。あ、そういうことがあるんで、はい、ちょっと教えてほしいんですけど。深くってあの手前を打っちゃうんですか。手前を打っちゃいますね。あ、もう一回打ちましょうか、はい、と思ったらまあちょっと薄く入ったりするんで。これ入りがまあ一定しない感じですよね。今のも実際ちょっと手前から入ってるじゃないですか、うん、ちょっと一回クツプロのバンカー見させてもらっていいですか。はい、そうですね、まあ、まず打ちますね。はい、めっちゃ開いてる。音がいいですね。やっぱ音が静か。僕に比べて。阿久津プロがバンカー打つときに意識してることは何なんですか。まあ、これもアドレスの話にまたなっちゃうんですけど、はい、結構一般の方見ててもうここ今、ね、全然顎がないんであれですけど、やっぱ顎が高い時とかにどうしてもこういう風に構える人多いんですよ。おー、リーディングウェッジ上向いてますね。で、あのもう体がもうこういう風に上げたいが気持ちが出て、はい、で手前を打っちゃう、まあ、もしくはホームランになっちゃうと思うんですけど、多分どっちかというと意識的には僕多分 6-4 ぐらいで左の方がいいような気がするんですよ、ね、はい、でこのままイメージとしては低い目線のまま打ってあげるっていうのをまず意識されたら、多分バンカー出るようにはなります。すぐこのまま、うん、今ちょっとクリーンに入っちゃいました。この時にそのアプローチと一緒で腰は回すんですか。少しやっぱ回した方がいいですね。はい、これ意識された方がいいかなと思います。で、それめっちゃ開くっすね。これそうなんですよ。これが通常なんですか。これそうっすね。うわー、くせ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 。プロすいません、あの練習場なんで、はい、そういうのやめてもらっていいですか。あ、怒ってるわけじゃないですか。怒ってる、あ、そうですか。なんかそれなんか練習方法っすか。これ今イメージの出し方なんですけど、はい、まあ、今ちょっと音聞いといてもらっていいですか。はい、これがバンスが当たってる音なんですよ。これがバンスが当たってる音。はい、このここを当てようと思ったらやっぱこれぐらい開かないと。え、じゃあ今の打ち方でこれやったらあかんのですか。あ、なるほど。あ、これ分かりやすいですね。よくあの言いますもんね、パーンっていう音させろって、はい、どうやってさすねんと思ったんですよ。なるほど。あ、これがバースが当たってる音なんですね。当たってる音です。これを出すために開いてるんですね、はい、当てよう、どうやったら当たるかなっていうのを考えるってなんか打つと、これすごいね。ちょっと俺もやってみていいですか。いや確かにね、ちょよくこう爆発させるとか言うじゃないですか、はい、それのことですよね。そうです。じゃあこれ開かんかったらこの音、はい、開いたらこの音ね、ちょっと違うですね。違う、もっとこっちの裏側をぶつける感じのイメージで、ここここす、ここ先目、そうそう、こっちバーンぶつける、先目。先目。じゃあ何回かちょっと立て続けに自分にかかっちゃった。どういうこと。あのこうす、自分が落ちる感じ。ああ、それさっき言ってくれんと。こう構えて自分が、自分で、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、自分で、ああ、いいですね。あ、なるほどね。このこう、あ、それ言ってくれんと普通の凡人はこう腕だけでやっちゃうから。これダメなのね。本当の耕しになっちゃうんで、それだと。この感じね、こうしてこうしてね、その面を
けるおお。そうすると、まあ、いわゆるバンスの音がするんで、そうただね本コースでこれができないんで、ちょっとアシスタントなりやってみてよちょっとあのうちのアシスタントなんですけど、あ耕すとこからやりますか、耕すとこからこれほら手でいってるから大体自分にかかっちゃうんですよね、じゃなくて頑張ってこう爆発させる、これ意外と簡単そうで難しいよ、はい、あそれ手でいってるよ、惜しいお近い近い、あいいね今の音、そうそれその感じで打ちましょうその感じでその感じでいやでもこれねその面を当てるんです、結構開いたんですけど、はい、このめちゃくちゃ開いてこっちから当てるイメージ、そうですね、そこをどうやったら当たるかなって考えてもらって、うまっ、おーナイス、めっちゃ振り抜きやすかった、だからあの要は開いちゃなんていうかね、こう皆さんやっぱ開けない人が多いですよね、うん、開けないんですけど、だからこの練習やってるとあここまで開いてもバンカーって打てるんだっていうことが分かるんで、でも自分でかかってますけど閉じたら、まあ、閉じたらもちろん音はないですけど、もちろん閉じて打つのもあるんですけど、距離出したいやつとかあるんですけど、音違いますもんね、全然、あもうそれ惜しい、新しいですか、新しい、あいいですねいいですね、試合あのなんですかね、本ちゃんとかでもしあれだったらここでもできるので、ああなるほどね、入る前とかにちょっとこうあここだって言ってですかね、さっきの名残で、ええ音するなぁ、これがじゃあバンスを使うっていう練習ことかなと僕は、うん、まあでも基本的にやっぱ開くことができたらいろんなことできますもんね、はい、でじゃあその開く時にどうやって練習したらいいかっていうと、その耕し打法、耕しじゃああの阿久津くんのノーマルのバンカーの距離ってあると思うんですよ、はい、自分が気持ちよく構えて気持ちよく打った時の距離ってどれぐらいですか、距離そうですね、今のがその気持ちいいぐらい、気持ちいいぐらい、まあ20、30ぐらいまでだったら普通にこうなんか意識しないでいけますけど、基本的に今の距離より飛ばしたい時はどれ飛ばすんですか、基本的にちょっと難しい距離で言うと、まあ、シンプルにクラブを一つ上げるっていうことなんですけど、はいはいはい、自分の中で距離出したいときはもちろんさっきこう開いてましたけど、はい、多少はやっぱり45度ぐらいに戻します、うんうんうん、それでもまあ開いてますもんね、はい、だいぶで自分の中ですけど体重移動の配分ちょっとやっぱ 7-3 ぐらいに強くします、左にさっき6-4になったのを飛ばしたいときは 7-3 にして、あとはそんなにですね、おじゃあ変えるのは2つですね、フェースの向きを面をちょっと変えるのと、はい、体重配分を変えるだけ、はい、だからあとそれを僕はこの上が54っていうのがあるんで、はい、それ54にしてやったりとかっていうことですね、じゃあ逆に飛ばしたくない時、例えばもう5ヤードとか、そうですね、ここに落としたい時あるじゃないですか、はいはいはい、まああのまあ阿久津くんぐらいだったともうね、その厳しいセッティングでも多分やられてると思うから、はいはい、そういう時はどうするんですか、そういう時はさっきのまずマックス開きます、マックス開、はい、きました来ました、はい、はい、来ました、でマックス開いて、はい、あの僕がバンカーで気をつけてるのが全体のスイングスピード感、はい、だからこの辺までしか飛ばしたくないのに、こんなに振っちゃったら、うんうんうん、多分さすがに飛んじゃうんですよね、飛んじゃうんで、はい、さっき、30ヤードぐらい飛ばしたやつに比べたらやっぱスピード感もちょっと落ちますよね、あ振り幅っていうよりかはじゃスピード感なんですね、はい、ある程度のやっぱバンカーなんで変な話これではちょっと出ないじゃないですか、そうですね、だからある程度の最低限の振り幅はあるので、その中でスピードをさっきが例えばじゃあ自分の中で5ぐらいだったら3とかに落としてあげるっていう、はい、おーっていうだけです、振り幅を変えるってのはよく聞くけどスピード感を変えるんですね、はい、アクツクの場合はだからなんていうんですかね、緩めたりするのが一番怖いので、はい、全体のスピードを落としてあげればこういうふうに、こういうふうに、じゃあ大きさは変わってないけど、はい、スピードは変わってるだけ、あんまり、はい、でさっきもあのアプローチの時も、はい、そのあんまりコック使わない方がいいですよ、あのロブショットの時はって言いましたけど、それもバンカーではちょっとありますね、ほうほうほう、飛ばしたいたくない時に
こう使っちゃうとやっぱり深く入ったりとかっていうミスがあるんで、飛ばしたくない時こそさっきと一緒であんまりコック使う、多分これでも使ってるように見えてると思うんですけど、あんまり使わない意識で飛ばしたくない時、じゃあ基本的にアプローチバンカーはコックを使ってないイメージ。そうですね、あんまり僕は。でも映像とすると使ってるようには見えるんですけど、あのまあプロ本人的には使ってないっていうことですね。おお、柔らかいですね。じゃあ、あのバンカーショット編ではあの皆さんこれですね、今日のおさらいとしてはですね、この耕し耕し打法、この時に自分にスナーがかからないように、はい、かかってるとバンスが当たってないので、はい、ちゃんとこのこうですね、パーンっていう音、自分がこういくっていうことで、はい、そうです。ほうほう、これ失敗ですね、はい、おーおーおお、この音これ結構難しいんですけどあのでも確かにバンスをぶつけるっていうイメージはすごい出ると思うんで、はい、ぜひ皆さんやってみてください。今日はありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。